どうも、山崎亮です。前回に引き続きですね、演習中釜山で、今度は北谷さんとお話をお聞きしたいというふうに思います。北谷さんには、だから僕は、たまたま米子に行きますと言って、そして米子から鳥取に行きたいんだけれども、この YouTube の中でも吉田翔也さんという、民芸のプロデューサーの話を一度させてもらったことがあるんですが、そのことに最も詳しい人って誰というふうに探してたら、北谷さんご本人が案内しますよっていうふうに言ってくれたということで、今日は一日お付き合いいただいてどうもありがとうございます。楽しい。もう専門が、ね、建築だということで、割と建築関係の話をさせていただいたりとかしつつ、吉田翔也さんの人生とか、それから翔也さんが作られてきたその空間についてお話をいただきました。改めて吉田翔也さんってどんな人なんでしょう？そうですね、新作民芸というですね、全く矛盾した民芸って本来名もなき職人が、美しいものを作ろうと思わなくても、風土とか歴史に任せたら、そのまま美しいものができてしまったというのは本来の民芸のあり方ですよ。確かに。しかしそれじゃなくて、それを民芸をデザインした人なんですよ。だからその生崎職人が美を意識してるって、美を意識してデザインするわけですから、吉田翔也さんは。そういう、ある意味ですね、ドン・キホーテのような、美の王国を夢見てね、ドン・キホーテのような戦いを挑むわけですが、ドン・キホーテは夢ですよ、物語ですよ、吉田先生が挑んだのはね、実社会ですよ、確かに実際にいる職人さんたちですよ。でもドン・キホーテのような夢を持って、そしてそこに挑んでいったということなんですね。そんなことがなぜできた、一つはだから吉田さんというのは作り手ではなかった、お医者さんだったんですね。お医者さんだったからできたという面はあるわけですか？もちろんそれはありますけれども、ただ二頭追うものを一頭得ずという言葉がありますが、吉田翔也はですね、晩年に言ってますけれども、私は民芸の心でね、医者をやってるんだよ、だから医も、それから民芸も、一つのものなんだと、さらに言えばね、生活が民芸でありたいと、だから、着るものも、建物の建築も、あるいは料理も、みんなこれは工芸だって言うんですね。料理が工芸、工芸だって言うんですよ、この人は。変わった人ですけどね。本当に読んでみると工芸って引用しにくくてしょうがないですよね。そうですよね。なんか間違ってんじゃないかと。でも本当にそういうふうに本当に思ってた人 で柳先生の柳の目を信じて、ずっとついていった人ですね。なるほど、はい。で、その中で新しい民芸品を作るという、かつて誰もやったことがないことに依存してる、ね、新しい民芸、しかもそれを作家として作るというのは確かに、例えば海感情だとか、浜田翔司はじめとして、たくさん民芸の作家が生まれてきました。はい、しかし、吉田翔也は職人さんを使って、新しい民芸品を作るということに徹底した人なんですね。そこが難しいよな。なるほど。まず名もなき職人に。名もなきじゃないです。名前があるんだけれども、いわゆる名前に、自分の名前でもってものを売るということではないといいんですけどね。さあ、前回の動画で坂本さんに、そういう例えば柳総理さんのような人が、ね、来て、そしてデザイン、そして民芸、職人さん、これなかなか難しくて、大半の、ね、職人さんたちもね、なんだい、そんなもんやってられるかぐらいの雰囲気になる中、坂本さんは若いし、ちょっとなんとかやりたいって言って、それ受けていったって言いましたけど、それはその吉田さんの時はどうだったわけですか？吉田翔也には、昭和6年から鳥取で民芸運動を始めますが、昭和7年の1月の初版にあるんですけれども、柳先生に送った書簡ですけどね、先生、民芸の、参考にデザインの参考になるものがあったらお送りくださいと、デザインということを書簡で送ってるんですよ。なるほど。柳先生、厳しい人ですからね、吉田君、民芸なんてデザインじゃないよって絶対に言うんだとかね。怒られる。怒られる。ただ怒られてないんですよ。その後で、雑誌講義だとか月刊民芸なんかにも民芸をデザインするって言葉も書いてますし、その後で柳先生が送った銀座の匠を作った時の書簡にもね、柳先生にフロントデザインをお願いしますと。フロントデザイン、今のファサードデザイン、ね、ファサードデザイン、そういうことをね送ってるから、つまりデザインというのは柳
先生と吉田所長はデザインって言葉を共有してたと思います。なるほど。新しい人間に関してはデザインもいるんだ。でなければそんなことは許されない。許されない、ね。じゃあそういうそのいわゆる有識者層ではそれはまあデザイン民間新しい民間がデザインであるということは許されていて、それを現場の職人さんに持っていったわけですよ。何しゃらせいこと言ってんだって。ならなかったのかな。それはですね、例えばですね、これ面白い話なんですよね。和紙の話しましょう。あのですね、鳥取に飲酒和紙という、まあ、古い和紙の生産地が今でもある、そこのですね、塩義郎さんという人が和紙を作る手すきの職人さんなんですね、青谷町というところなんですけれども、そこに柳宗悦が今日説明しましたけれども、稲葉の現在の調査に来るんですね、はい、塩義郎さんはそこにですね、柳宗悦のところに、果物だったか何かを包んで和紙で、しかもあんまりいい和紙じゃなくてガサガサっとした和紙で包んで持っていった、そうすると、柳先生がですね、これは美しい和紙だね、塩青年はね、美しい和紙だとか、言われたことないわけですよ、白い和紙とか筆に切れがいい和紙だとか聞いたりとか。なるほど。そういうことをなんですね、実用であるというところでいろいろ評価されてたけど、美しさについて言われた、そこで、じゃあ先生ってことで感動して、どうしたらいいんだったら、いや鳥取に吉田翔だって人がいるからそこに行けって。吉田翔のところに行ったら何のことはない、何百両さんもダブったり言って紙付けって言われたんですよ。そこでまた塩青年困っちゃうんですね。それは困りますね。だからそのデザインの指導するっていう時に、心得も含めて吉田翔也は指導したわけ。単なる形を作るだけじゃないんです。ああ、そういうことか。心持ちはこういう精神でもってものを作りなさい。おお。そういうところまで、だから斜め上げをついて、つけばいい紙がつけるんだっていう、最初のその一言はそこなんですね。そういうことか。だから心持ち、精神性ももちろんあった上で、デザインを指導していくと。そういうことだったんだと思いますね。それはまあ、それによって、まあ、吉田さんというのは民芸のプロデューサーというふうに呼ばれるようになり、本当にいろんな方々といろんなものを作っていくけど、大体だからそのこんな形作ってくれって形だけではなくて、その心持ちの部分もセットで伝えていくことやった。その後民芸のプロデューサー、まあプロデューサーじゃないかもしれないけど、それこそ柳宗理さん、柳宗理さんの息子さんが、まあ、ここへ来てという話もありましたし、それから久野圭一さんもね、ここへ来てやったりすると、心持ちの部分は言ってたんですかね、その方々は。久野圭一さんはですね、平成7年だったかな、中井川の鳥取人間美術館の指導に来てもらったんですね。まずは人間美術館、中井川の指導もじゃあやってくださいって話になって、中井川に行ってもらうと、いうことになるんですね。その時はもう来たんです。それがまさにそういうやつなんですか。私は具体的には私が間に入りながらやってたんですよ。なかなか厳しい人でね、この人は。という噂を伺っております、久野さん。とても厳しいです。ただ人間的にですね、厳しいと言っても、単に厳しいんじゃなくて、なんていうかな、自然児って言ったらいいのかな、子供のような人ですよ。自然児って、子供ね。子供のような人。あ、そう。だからそういう人を見るときに、子供のような人だってわからない人は、とても嫌がると思います。なるほど。私はそのまま出てくるんですね。ただ付き合ってたから、これ子供のような人なんだ。料理なんかでもすごくうるさそうですけども、お子さんの味大好きなんですよ。あ、そうなんですか。ラーメンとかね。マジで、いや、イメージないな。それも大好きなんだ。もっとなんかハンバーグとか。子供じゃないですか。子供味、お子さんの味なんですよ。ラーメン、ちょっとね、高尚なね、刺身だとか出したってね、全然喜ばないから。そうなんだ。だからそういう自然に生きてる人なんだっていうのが分かると、あの人は誤解しなくて済むっていうか、腹立たなくて済むっていうか、本当にそういう人なんですね。なるほど。で、夜なんかもね、よくお酒飲み行くんですけどね、初めはね、これカラオケ絶対しないような人だなと思ったんで、僕が、厳しいから。はい、で、ふっと久野さんがね、カラオケ、あるんでって言うから、カラオケやりますか、初めは旅物ですよ。旅物。あずさ2号。あずさ2号。渋いな。で、久野圭一って人はね、宮本恒一の弟子ですから、だから旅物大好きなんですよ。本人も旅したし。ですね。歌もね、歌まで旅物。歌までそういうもの。本当に笑っちゃうみたいな。
それぐらいに素直な人なんですね、ある意味で。なるほどね、はい、ストレートに物事言っちゃうから。それ職人との相性はどうなんですか。あのね、これが案外だろうんですよ。合う、案外だろう。だからやっぱ職人さんも理解し合えると思うんです。まあ確かにこう難しいこととか裏表あるような話されるよりは、うん、自然時のような感じで、いい、悪いとか、うん、ただ自分がこうだってもうすごく硬い、自分の殻にこもっている職人さんとはうまくいかないですね。なるほど。だから、そうか、うん、もう少しこう対応力がある。ただ私なんかも民芸っていうの始めて、うん、数年ぐらいで久野さんに会ってますから、うん、あのかえって話がお互いしやすい、うん、ある程度私が殻を持ってたら、うん、久野圭一と喧嘩したかもしれない。そういうことか、うん、柔らかいうちに付き合うなら、じゃあ、あ、まあ、まだいい感じでしょ。で、うん、ちょっとこう自分ができてきたり、ましてやその分野の権威とかになっちゃうと、なかなか難しいから、うん、そうですね、そういった部分あったのかもしれませんね。ただ私には分かりませんけどね。なるほど、そうか、うん、あの非常にあの物が見える人ですし、うん、作り手に対しての指導力もある人ですから、うん、まあ、だからじゃあ会話の指導に出会っては話になったんですね。そうか。でその後で、じゃあ次のステップとして、うん、柳総理さんと中井監督と、うん、まあ、なんとかセッティングできないかと、はい、っていうことを、まあ、さっき の, あの柳先生の展覧会の本にね、あれを書きましたけれども、今朝が書いた文章が、はい、うん、あのなんとか久野さんを通して柳総理さんと中井監督をつなげた。当時だから久野さんは日本民芸館の理事をされていたの。日本民芸協会の常務、協会の常務、常任理事、常任理事、はい、でそこでだから柳さんと割と、まあ、もちろんそうです、呼ぶこともできるんじゃないか。柳先生と特に仲良いし、なるほど、ですから、うん、そういった意味であの昭和34年に柳総理先生が中井川で指導されたということを、はいはい、知ってましたから、ね、うん、先生に思い出していただいて、うん、そして、今の中井川を指導していただけませんかというプログラムをこう作り上げたんですね、うん、なるほど、はい、そういうことだったんですね、うん、でそれがあの本当にさっき佐藤さんの方から話がありましたけれども、うん、とってもいい仕事が出来上がっていて、うん、さあそれをものをじゃあ売ろうかっていう段階になると私の仕事になるんですよ。ああ確かに高んだ、うん、ところがですね、そこで一番困ったのは柳総理デザインを売りたいんです僕は。確かにそう言った方が売れるでしょうね、うん、ところが先生のデザインじゃないんで嫌だっておっしゃってね、民芸をデザインするもんじゃないと。先生違うんだ、うん、先生違いますよって言いたかったけども、うん、そうじゃない。だって吉田さんはデザインって書いて、そしてその柳総理さんのお父さんである宗吉さんはそれについては突っ込まなかったわけでしょ。そうです。だから新作民芸はデザインでもいいじゃないですか。私その当時研究が足らなくて、あの吉田翔也さんと柳総理がそういう関係だったということを知らなかったもんだから。そうか、だから総理さんにも言えなかった。でじゃあどうしようかなって考えて、じゃあちょうどあの出西窯のシリーズも始まった頃だったんで、なるほど、うん、じゃあ柳総理ディレクション指導ですね、ディレクション、ディレクション、飲酒長井窯シリーズ、うん、出西窯シリーズしようっていうふうに、まあ、僕の方から事務所を通して提案したら、うん、あそれだったらいいよっていうふうになって、うまいことやりましたねそれでまあなんとか柳総理って名前をつけて、でディレクションシリーズとして、はい、まあ、2つのラインを走らせると、あの本当にあのいい仕事をですね、あの出西窯も中井窯もしてくれたんで、うん、柳先生が一番喜ばれたのは僕は嬉しかったですね。あ、そうですか、ご本人も喜ばれた、私も喜ばれてました、生き生きとしてますね、うん、目が、うん、私もその横で見てましたから、その状況を。そうですか、はい、でそれのだからあの中井窯側を作っていたのが坂本さんだと、ね、そういうことです。はあ、面白い、うん、なるほど。そしてあの前回も見てもらいましたけれども、作品が出来上がったということになったわけですね。はい、いや、面白い皆さんに知ってほしい。なかなかお話できないような話をおっしゃってるかもしれない。こういう情報は皆さんに知っていただきたいし、この YouTube にずっと残しておきますので。はい。いらないところで残しておきます。いや、もうこのまま行きますね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。